い、どうもこんにちは、マガレツです。今日なんですけれども、 PUBG ニューステートをやっていこうと思うんですが、本日は初心者さんおすすめ設定の徹底解説ということでやっていきたいと思います。リリースされてから間もないゲームになってますんで、初心者の方がたくさんいらっしゃると思います。僕に関してはそのリリース前にテクニカルテストだったりとか参加させていただきまして、どのような設定が一番使いやすいのかなどもね、解説をできるように設定を見てきましたので、それも含めて参考にしていただければなと思います。今回この動画何か役に立ったなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録、コメント、高評価していただけると嬉しいですね。よろしくお願いします。それでは早速やっていきましょう。まずマップの隣にある歯車のボタンを押しますと、このような感じでゲームプレイ、操作、車両、感度、取得などありますが、今回は設定にフォーカスしてお話をしていこうと思います。まずゲームプレイです。サウンドトラッカー、アイコン付きサウンドトラッカーなんですけれども、これは足音マークだったりとか銃声マークのことを指しますんで、こちらは有効にしておきましょう。その方が敵がね、どこの辺にいるのかとかミニマップで表示してくれたりもしますんで、こちらにも書いてあります。サウンドトラッカー、ミニマップとゲーム画面にサウンドトラッカーを表示する。サウンド付きトラッカーの方に関しては、音の区別の補助用にアイコンを表示してくれるっていうのがありますんで、これは基本的にデフォルトでは有効になってるはずなので、このまま有効でいきましょう。 3DHUD なんですけども、こちらは無効、有効どちらでも構いません。これは何なのかと言いますと、有効で設定しておくと、銃をね、ここを持った時に、今46発っていうね、キャラクターの隣に 3D で描かれてるものがありますが、これを表示するかしないかだけの問題です。近距離戦闘でこれが邪魔で敵が見にくいなと思う方は、無効にしていただければこれが出なくなります。無効にしてる方々は、弾の弾数は下の方の46発になってるんですけども、そこの下の部分を見ながら弾の管理をしていくかなと思います。僕はちなみに、まあせっかくなんで有効でやってますと。ロスの警告をブロックしました。デフォルトの有効にしてます。回復ビジットの即座に使用する、これは無効にしてます。自動フォロー、これも有効にしてます。これもデフォルトだと思います。ここが重要、スコープのクイックスロット、これ有効無効あるんですけど、有効にするとどういうことかっていうと、今 こちら見えます、3倍4倍、これね、クイックスコープのボタンって言って、この自分がね、今4倍ついてるんですけども、こちらで3倍にすぐ切り替えることができると。わざわざバックパックを開いてまでこうやって切り替える必要もなくなっているので、ワンタップでこうやってしっかりと切り替えることができるので、こちらはオンにしていただいて、ボタン配置をしっかりと自分の仕様で決めていただくのが一番いいんじゃないかなと思います。最後 TPP-FPP の切り替えボタンに関しましては、この FPP のボタンは今左下にねあると思うんですけれども、ここを押すとね、こうやって FPP に切り替えられたりするんですけど、使う方に関しては設定をオンにしておきましょう。 TPP で使わないという人に関しては無効でもいいかなと思います。室内戦とかね、より近距離戦に詰める時とかはよく FPP でやる方がいると思うので、そういう方々に関してはオンでやった方がいいのかなと思います。そしてお次、操作の欄に行きます。こちら一番最初のボタン配置の設定ですね。これは123っていろいろあると思うんですけども、僕はハッシュタグ1の方でやってます。今ボタンがごちゃごちゃしてるんですが、ここで自分のボタン配置を決めることができて、自分の指端末に異なるとは思うんですけれども、自分の長さとかに関して調整していって、やりやすいように設定していってください。さあボタンの方行きましょう。まずパルクールなんですけど、結合と別ボタン、スワイプボタンであるんですけど、スワイプにするとスワイプしてジャンプするみたいな感じになるみたいです。はい、こうやってスワイプすると、行きますよ、こうやってスワイプすると、今右上見ていただけますかね、スワイプするとね、こうやってパルクールすることができるようになるみたいです。タップするとジャンプ、ジャンプしながらスワイプすると、ジャンプしながらスワイプする、ジャンプしながらスワイプ、ジャンプしながらスワイプすると掴むという感じになってるみたい。これちょっと難しいね。ジャンプしながらスワイプは結構難しいかなと思いますんで、僕は結合でいいかなと思います。これはお好みですね。試してみるのが一番いいかなと思います。別ボタンっていうのは、ジャンプボタンとパルクールボタンを別にしてやるっていうものなんですけれども、以前のモバイル版では僕は別ボタンにしてました。結合で別に問題ないかなと最近思ってるので、僕は結合ボタンにしてます。結合っていうのは、普通にジャンプもできれば、近くに遮蔽物があればジャンプボタンを押せばパルクールもできるっていう仕様になってます。これ間違えてね、ここでただただジャンプしたいだけなのに、パルクールしてしまうということもありますんで、そういうことを避けるために別ボタンにする必要もあるかなと思います。なのでそこはお好みで、僕はねこういうのをね避けることができるんで結合にしちゃってますけど、こういうのが結構多々あります。戦闘で登りたくないのに登っちゃってやられちゃうとかね、あると思うんで、一番は別ボタンが一番おすすめかなと思います。そしてお次、リーンに関してなんですけれども、なしタップ長押しスワイプってありますが、タップに関してはリーンボタンちょっと見にくいんですけど、左側にあるんですけど、タップするとずっとリーンしてますよっていうね感じなんです。左側もね見てると、一回タップするだけでずっと覗いてる感じかな。はい、で僕はこれを長押しにしてます。
押してる間ずっとリーンする、離すと戻る、左側も長押ししているとリーンする、離すと戻るっていう感じです。そしてこちら新しくなっていまして、スワイプっていうのが追加されてました。ちょっとちっちゃいんですけど、右の方をご覧ください。これですね、今動いているボタンありますよね。これを自分のボタン設定で一番いいところにあると、右にスワイプすると右にリーンする、左にスワイプすると左にリーンする、なんかくねくねできるみたいな感じですね。でもこれ正直めちゃくちゃやりにくい。というのも僕は右リーンが上にあって左リーンが下にあるんですよ、もともと。なのでこう横にあるっていうのがね、非常に僕はやりにくくて、ただこういう配置でやってる人たちは使いやすい人もいると思うんで、一回試しにやってみてください。おすすめは長押しです。僕はね、リーン時に自動的に ADS に切り替えるっていう項目があるんですけども、今僕は無効にしています。有効にしますとリーンをした瞬間覗いてくれるんですね。これ勝手に ADS ボタンを押さなくても覗いてくれる。これを無効にしますとリーンするときはリーンするだけ、リーンしながら覗く、リーンしながら覗くっていうことをやらなければいけません。まあなんで別にしてるのかっていうと、こうやって敵をこうやって視認したりとか、あとはこう壁越しでリーンしながら打ったりとかっていうことも多々あるので僕は別にしてます。もしこのゲーム慣れないなとか思っている方々は、最初にねそれを有効にしてリーンしたらすぐ覗くっていう設定にしても全然ありだと思います。初心者さんおすすめの設定になりますんで、こちらの方でねやっていただければいいんじゃないかなと思います。次、ローリングの項目いきたいと思います。しゃがむボタンをダブルタップって書いてあるんですけれども、ちょっと噛みましたけどね、しゃがむボタンをダブルタップしますとこのローリングがね発動しますよということと、あとは別ボタンっていう項目にすると別ボタンでローリングが出てくるので、ただしゃがむボタンはしゃがむだけ、ローリングボタンを押すとローリングするっていう感じになります。こんな動きは基本あんまりしないので、結構しゃがみもねこれが限界です。はい、 PUBG モバイルみたいに結構ね屈伸みたいな打ち方はできないっぽいので、これが限界なので、こうやってやってて間違えてローリングするとかっていうのもあると思うんで、間違えないでローリングしないようにするっていうのですと別ボタンの方がいいのかなと思います。やっぱりボタンで5タップとかもありますんで別ボタンにした方がいいかなと思います。あと正直全然ローリングを使わないので気にしないでいいかなと思います。はい、マジでローリングする場面があんまない、本当にない。遮蔽物から遮蔽物にね切り替えていくって言ったとしても、例えばここの遮蔽物からこっちの遮蔽物に行くっていうのにもいけないんですよ。これが最大のローリングなんですよ。わかります？こっちに行こうとしても頭出ちゃうんですよね。あんまり意味ない。だったらね、こんなのよりも全然走ってジャンプした方がね、弾避けられるんで、なんなら別ボタンにして、もうローリングボタンはどっかやっちゃうとかっていう方が僕はおすすめです。お次、ジャイロセンサー。こちら、ジャイロで使う方々は ADS のみか常時か切り替えていただければなと思います。僕は6本指で iPad でプレイしているんですけれども、置いてやってますので、僕はジャイロセンサーはやってないですので、これは無効にしてます。ADS の肩越し標準モードっていうのがあるんですけれども、こちらボタンを結合しますと、これ ADS をね、例えばしますとこんな感じで結合にするとすぐに、長押しするとこうやって腰打ちでね打てるようになってます。はい、でワンタップするとこうやって ADS してくれるっていうものになってます。どっちがいいかっていうのは、結合よりも僕はあんま肩越しボタン使わないんで、僕は別ボタンにしちゃって肩越しボタンどっかやっちゃってます。これ僕の設定です。なので肩越しボタン使うなと思う方はオンにしましょう。ボタンを結合にしていただいたりとか別ボタンで使えるようにしましょう。やっぱりね、腰打ちでこうやって打つ方が早いんですよね。肩越しで打ってると、まあなんか狙っているは狙ってて視野が広く取れないんで、僕は腰打ちで打った方が当たりやすいので、そういう設定にしてますし、別ボタンにして肩越しボタンはどっかやっちゃってます。肩越し照準を別ボタンにすると、肩越し照準はタップしたらやりますか、長押ししたらやりますかとか決められるんで、ここはもう完全にお好みかと思います。指のね長さとか使い勝手とか、その何の指を使ってるのかっていうのもあると思いますし、ここはちょっとお試しで試してみてください。次、ドラッグ操作になります。ここはデフォルトで大丈夫です。これは無効無効無効という感じにしましょう。エイムアシストは無効有効ありますが、基本的には有効にした方がいいです。これは初心者さんおすすめの解説になってますんで、エイムアシストっていうのは何なのかっていう話になってくるんですけども、撃った時に敵の方向に若干寄せてくれるんですよね。ただ PUBG ニューステートもそこまでエイムアシストは強くありませんので、あってもなくてもあんまり変わらないんじゃないかっていう意見もありますが、まあないよりもあった方がいいでしょ普通にって思います。
体に吸い付いていくので頭を狙いましょうっていう人はエイムアシストオフの方がいいよっていう人もいるんですけど、今回は初心者さんへの解説になってますんで、一応エイムアシストはオンにしておきましょう。その方が絶対当たりやすいです。そしてシングルバーストモードの自動射撃、こちら無効か長押しか、あ、まあどっちでもいいと思います。無効でもいいし長押しでもいいと思います。これどういうことかっていうと、単発武器とかって連射が必要な時ってタップするじゃないですか、射撃ボタンを。これがタップもすることもできれば長押しで自動で転写してくれるんですよ。バン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 って長押しするだけで。なのでこちらシングルバーストモードを僕は射撃ボタン長押しにしてます。自動射撃の設定なんですけど、別にこれはタップでもね可能です。これ単発にしてるシングルモードなんですけど、長押してるとっていう感じになります。これ遅いじゃないですか普通に。あんまり使う機会はないと思います。なのでこうやってタップするとは思うんですけど、一応初心者さんもこういうことができない方もいらっしゃると思うんで、そういう方々は自動射撃をオンにしていただいて、シングルでもこうやって撃てるようにした方がいいかなと思います。続いて自動肩越し照準、照準照準が2回あるけど、 ADS しない限り自動で肩越し照準を行う。まあこれ有効にしてみますと、自動で、あ、まあこんな感じですよね。今見ました、こう撃った時にすぐに肩越しにしてくれますよっていう感じです。でもこれですと撃ってる間の視野が狭くなってしまうので、僕はここは無効の方がいいです。あとこうやって撃ってる時にジャンプするとちょっとわけのわからないことになるんですよね。なのでこれは絶対になしにしましょう。ジャンプしながらこうやってめちゃくちゃ撃ちづらいです。で無効にすれば普通にこうやって撃てますし、ジャンプしながらでも普通にこうやって撃てますんで、自動肩越し照準は無効にしましょう。ショットガンの射撃モードはタップにしてます。スナイパーライフの射撃モードもタップにしてます。続いてなんですけど、ピンを自動で抜く、有効か無効かなんですけど、例えば有効にしておくと、グレネードを持った状態でグレネードを投げようとすると、こうやって勝手にグレネードをピンを抜いて投げることができます。こうやって、はい、勝手に抜きますよね。勝手に抜きます。これは従来の PUBG モバイルと同じなんですが、こちらを無効にすることによって新たなテクニックが使えるようになります。こちらは無効でいいんじゃないかなと僕は思ってます。こちら無効にしますとピンを抜きますよね。抜くとこちら抜いてないんですよね。投げたら抜いた状態になって爆発する、これがまず一つ。そして持ってる状態でピンを自分で抜くこともできます。はい、持ってる状態でピンを自分で抜くこともできます。これができるんですよね。なので自分がどういう状況になっているのかによって自分で使い勝手を変えていけるっていうね、はい、抜くことができる。これかっこいいですよね。これ PC 版と一緒です。もう一個新たなテクニックが使えるようになります。無効にするとこうやってピンを抜いてからドロップして手元に落とすことができます。はい、これで置きグレネードとか言って階段で待っている敵とかに投げることもできるんですけど、階段から下から来る敵に対してグレネードを持ってここで、あ、まあ投げるのもいいんですけど、これ時間かかるじゃないですか。しっかりとここでピンを抜いてこう置いておいて、こう逃げてね、ここで爆発させるっていうこともできます。はい、正確にここに置きたいなっていう時にドロップすることもできます。まあこちらは向こうの方が使いやすいし、いろんなことができるし、これに慣れた方がいいと思います。水平方向のカメラ加速、スワイプ方向に応じてカメラが移動する、これカメラ加速ですね。加速に関しては僕は向こうがいいかなと思います。これは無効でしょう。これなんで無効の方がいいかっていうと、指の感覚を養うためにと言いますか、同じ距離を指を動かしたら、まあ今ここなんですけど、これよりも早く動かしたらもっと違う風にね、有効だといくんですよ。こう水平でね、これエイム加速っていうんですけど、これエイム加速を水平がなしかありかっていう話なんですけど、なしの方がいいです。指にね、馴染まなくなっちゃうんで、その感度が。PUBG モバイルではなぜかエイム加速があったんですよ、ずっと。なしの設定ができなかった。ただこれは水平のエイム加速のね、感度はそのままに調整することができるということなんで、これで、よりエイムしやすくなるんじゃないかなと思います。なのでこの水平のエイム加速はなしにしておきましょう。そして続いて車両ですね。車両に関してはこちら1のところでね、ボタン配置を自分なりに設定していただければいいだけですね。これは自分のボタン配置と一緒ですね。感度設定になりますが、ここもお好みになります。一応僕の感度設定をお見せしておきますが、もしかしたらちょっと高めかもしれないですね。ジャイロセンサーは使ってないんでデフォルトなんですけど、こんな感じになってます。ここはもう自分
分なりにやってください。 iPhone でやってるとか Android でやってるとかゲーミングスマホでやってるとか iPad でやってるとかタブレットでやってるとかいろんな端末で自分の手の長さ領域が違いますんで、ここは僕の真似をする必要はないと思います。真似しても別に上達するわけではないですし、参考にしていただければなと思います。僕はちなみに iPad Pro 11インチの指サックをつけた6本指でやってます。なので同じ条件の人は参考にしてもいいかなと思います。続いて自動取得設定ですね。こちら自動取得なんですけれども、有効無効ありますが、僕は有効にしています。これ簡単なんでね、初心者さんは特に有効の方がいいです。自動取得を無効にしますと、自分で欲しい物資を取らなければなりません。これがこちらの方で設定をしておくと、勝手に落ちている物資を拾ってくれるようになります。一応自動取得設定の設定も見せていきますね。僕はこんな感じになってます。まずは上の部分は 5.56mm だったり 7.62mm だったりの弾数の調整と、回復アイテム医療キット1、応急キット4、包帯4、アドレナリン0、鎮痛剤3、エナジードリンク5っていう感じにしてます。なんでアドレナリンがね0なのかっていうと、バックパックすごい重くなっちゃうんで、使いたい時に拾って使えばいいかなということで0にしてます。投擲物に関してはグレネード2、火炎瓶0、スモーク7、スタングレネード0ということで、スモークグレネードはこのゲームではめちゃめちゃ強いので7個持つようにしてます。スコープの自動取得設定に関してはこんな感じになってますと、1個拾いますよぐらいですね。今回は操作設定の基本的な解説になりますので、グラフィックはまた後ほど別の動画でね話していきたいと思います。次、特殊効果、こちらヒットエフェクトです。敵に対してのダメージを与えた時のヒットエフェクトは何色にしますかと。人間は赤とか青とか黄色が一番目にしやすい色らしいです。なので僕は赤にしてます。緑はその人間が危険と察知する色の中には入っていないらしいんですよね。逆になんか緑って言うたらなんか癒しを求めるような色だったりするらしいんで、補給物資もそうじゃないですか、赤色だったり青色だったりするじゃないですか。フレアガンの補給物資もね、煙黄色ですよね、危険信号みたいな色じゃないですか。ああいう方がね、人間の目が察知能力がね激しくなる色らしいので、まあ赤でいいかなみたいな感じです。オーディオなんですけど、まあここはボイスチャットやマイクなどの設定がすることができますということで、今回は設定長くなりましたが、こんな感じで設定解説をさせていただきました。初心者さんおすすめとは言いましたけど、あくまで僕の視点からの意見感想になりますので、いろいろこの動画を見ていただいた後、あ、こっちの方が使いやすいんじゃないかとか、こっちの方がいいなっていうのは人それぞれ個人的にね多分感想は違うと思います。ぜひよかったらこの動画をあくまで参考にしていただき、訓練場とかなどに行って設定をね自分なりに決めていただければなと思います。以上、設定のおすすめ変更になりましたが、皆さんいかがだったでしょうか。何か役に立ったなと思っていただけたら、ぜひグッドボタン押していただけたら嬉しいです。それではまた次回の動画、生放送でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。